Алоха, с вами Sword Flame, и мы продолжаем проходить второй рут. Погнали! ありがとうございます。
またここに来ることになるとはな。フェイスドロップちゃんとあるかな。おそらくそれは大丈夫だと思うわ。前にも言ったけれど、セプテリオンの連中はフューリーや女神にあまり興味を示していなかった。邪神の力もこの世界では失われておるしね。しかしだとすれば、奴らの力の源は一体。そこは疑問ですね。あれだけの力、ただの鍛錬によるものとは思えません。ま、そんなことはどうでもいいさ。どうせろくでもないことやって手に入れた力だろう。俺たちは俺たちで女神の力を手に入れて、あいつらをぶっ潰せばいいんだ。何か物音がしたような。キュイ。そう、あなたには聞こえなかったのね。だったらきっと気のせいですわね。おい、ティアラ、何やってんだ。置いてくぞ。ごめんなさい、今行きますわ。勘のいい女だ。ノイエ様、やつらは最深部へと進んでいる模様。抜け道を発見しましたので、それを使えば先回りできるかと。分かった、お前たちは帰れ。は、しかし。あとは俺一人でいい、帰れ。ですがジュヌン様のご命令で、必ずやここでやつらを仕留めるようにと。そのためには我らも同行した方が。お前も生まれ変わりたいのか。お前程度の人生では次もまた人間だろうがな。俺は違う。俺は二度と人になんて生まれない。
何かに縛られたせいは真っ平だ。行け、一人にしてくれ。それでこそ俺の来世は明るくなる。この仕事を一人で成し遂げれば嫌なんだ。もう人になるのは虫になりたい。儚く命を散らす虫に、もっと苦しまなくては。俺には苦労が足りない。生まれ変わりたい虫に。ノイエ様、まずい、ジュヌン様に報告せねば。油断した。やらせてもらう。任せて。逃げ、見つけた。で、女神の力が戻るってわけだ。ファングもあの変なワイン飲まずに済むよ。女神の力さえ復活したら、もっとすっごい力が手に入るに違いないんだから。何か魔物でも待ち受けているかと思ったけれど、拍子抜けだったわね。これって血の跡？見てください、あそこに魔物の死骸が。誰かが先にここに侵入したということですの？でもフェイスドロップは無事だよ。さっき、何やつ、そこに隠れておるな。お前は。ここにいた魔物は俺が片付けた。お前たちがここに来た以上、そこにあるものを求めてきたのは分かっていた。だから手に入りやすいようにしてやった。それだけの話だ。どういうことだい？どうして私たちの手助けなんか。へへー、お前さては俺たちの仲間になりたいんだね。シャルマンを撃ったのもあのクソ女の命令で、嫌になってセプタリオンを飛び出してきたんだろ。だったらしょうがねえ。ムカつくこともあるが、来るものは拒まずだ。仲間に入れてやっても。どうだ、撃ってきやがった。何しやがったてめえ。勘違いするな、お前たちとつるむ気はない。そのフェイスドロップとやらを使えば、お前たちは力を手に入れる。そうだろう。そうだけど。さっさと使え。3秒待っていてやる。早く力を手に入れるがいい。3秒経ったぞ。早くしろ、ノロマが。カウントが早いよ。どういう意味だ。何がしてんだお前は。俺は生まれ変わりたいんだ。虫に。泣くことしかできない。けれど自由に生きられる虫けらに。虫？そのためには根性で苦労するべきだ。虫に生まれ変わるのは容易な道ではない。サボればまた人に生まれてしまう。俺は二度と人に生まれたくない。しがらみばかりで自由のかけらもない。嫌なんだ、もう人間は嫌だ。なん
んだこいつ、気持ち悪い。さあ使え、そのフェイスドロップとやらを。もう待ちきれない、早く早くしろ。わけわかんねえ、だけど使えってんなら使ってやるよ。アリン、フェイスドロップをよこせ。でもここで力を解放できるかは、本当なら女神の聖域に行かないと。いいからよこせ、俺たちは前に聖域に行ってるじゃねえか。わかった、よし行くぜ女神。来た来た来たぜ、言った通りだろアリ、このままフェアライズだ。うん、待たせたな、これでいいんだろう。いい、いいぞ、感じるよお前の力を。こうでなくちゃいけない、お前のようなやつと戦ってこそ俺の根性は報われる。行くぞ、自由のために、輝かしき来世のために。見せてもらうよ、行くぜ。お前は何をしてて始めるぞ。計らせてもらおう。マジカルエフェクトポイズン、サポートしよう。私が行く。もうそっち。マジカルエフェクトクロックアップ。さーてと、今度こそ。行くぞ、あたしの番。死に場所は詳細データを。アタックエフェクトマキシマムランチャー。おい、スカッ終わりだな。行くぜ。私の番。これを任せておき。いいぞいいぞ。何？覚悟しな。行くぞ。ザ一戦。燃えてか。今。た。死ね。その剣の軽さは魂の軽さだ。いえいえ、まだまだですよ。ぐっ、ああ、さすが女神の力、こうなれば敵なしだね。惚れ惚れするよ。いいぞ、俺はできることをやった。力を出し切り戦い抜いた。これでこれで、さあ殺せ、俺を殺せ。それでようやく人をやめられる。来世に行けるんだ、俺は虫になるぞ。嫌だね。何？
誰がてめえの思い通りにするか、バーガー。そんなに死にたきゃ自分で死ね。それはできん。自殺は根性の価値を落とす。それでは虫に生まれ変われないじゃないか。知るか、そんなこと。帰ったらあのジュヌンとかいうクソ女に伝えとけ。次はお前をボコボコにしてやるったら。待ってくれ、そんな話があるか。ひどいぞ、ここまでやっておいて。おい、しがみつくな。この何なんだお前は。予定が狂うだろう。ここで死ぬのがちょうどいいんだ。これ以上生き続けると虫を通り越して微生物まで行ってしまう。微生物ではダメなんだ。奴らは自由を感じる知性すらない。殺せよ、殺してくれよ。離れろてめえ。頼むよ。いいじゃない、願い通りにしてあげれば。本当か。おい、マリアノ。ただし、あなたにはしばらく私たちに同行してもらうわ。私たちはセプテリオンを倒したい。あなたなら本拠地を知っているはずね。本当にそれで殺してくれるか。ええ、他の人にはできないかもしれないけど、私は別よ。あなたの命を散らすことにためらいはない。わかった、ついていこう。マジかよ。利用できるものは利用するべきよ。この際ノイエだったわね。いらっしゃい。はい。またよくわからねえやつが一人増えやがった。私を見ながら言うのやめてくださいます。そうだよ、ティアラ君は少々性癖が歪んでいるだけだ。失礼じゃないか。お前が言うな。
おほう、わしらが共に戦って200回になったのじゃな。お主もよくわしの足を引っ張らなかった。ようやったぞ。それにしてもこれだけ戦うと体に応えるの。少しばかり楽をさせてほしいものじゃ。フューリー、妖精がいないよね。なのにちゃんと稼働している。ありえないんだ、そんなことは。そんなことは知らん。こいつは俺を七へ導いてさえくれればそれでいい。見せてはもらえないんだろうね。好きにしろ。え、いいの？構わん。見せたところで不利益はない。拍子抜けしたというか、なんというか。お、はい、返すよ。もういいのか。3秒カウントはしてないぞ。いいのさ、すぐに分かった。コアに入っている液体、あのワインだろ。それも純度がすごく高い。分かりきってたことだけど、やっぱりワインどころか麻薬ですらない。とんでもない代物だよ、こいつは。こんなのまで量産されたら。その心配はない。かつてジュヌンが量産しようとして失敗している。これは唯一軌道に成功した試作品だ。何がおかしい？いやね、私もそれなりに妖精やフューリーを調べてきたつもりだったけれど、こうも想像すらつかない代物を次々と見せつけられると、一体自分の研究って何だったのかってね。ちょっとした自虐さ。ああ、心配しなくていい。自暴自棄になってるんじゃないんだ。むしろ逆。ここまでイレギュラーが揃ってるんだ。研究者としては最高の環境だよ。燃えてくるね。このフューリー、ロロとかいうガキ、そしてあの女。ハーナ、ノイエ、晩ご飯できたって。呼びに来た。今日はクリームシチューですって。早く行きましょう。あら、お邪魔でした？邪魔？エフォール、邪魔？そんなことはないよ。さ、行こうか。ほら、あんたも。
Thank you.
Итак, мы все же получили Нойе в команду. Все же изначально я был прав, что он будет играбельным персонажем, потом сомневался, но все же он к нам присоединился, и это отлично, плохо только то, что не вкачаны тех очков, которые у него есть, не хватает, чтобы вкачать хотя бы по максимуму дамаг и защиту. Поэтому он будет, конечно, слабее других персонажей, но попробуем его в бою. И у него, к сожалению, только два навыка, еще меньше, чем у Марианны. Что-то как-то обделили двух новых персонажей. Да. Но хотя бы они есть. Итак, на этом моменте я это видео закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!